皆さんおはようございます。斉良平です。今日が10月7日月曜日ですね。はい、ということで新しい週の始まりですね。え、新しい週の始まり、最後には、筋肉ネタっていうのが来ますので、見たくない人は途中で切って大丈夫です。はい、ちょっとクスッと笑って新しい週のスタートを切っていただければと思ってやるんですけども、今日のお話は夢を叶える人、叶えられない人って言ってる中で、まあ、この人たちに叶えていく人、目標とか夢を叶えていく人たちに共通していること、これは全員に対して該当するかどうかはちょっと定かではないんですけども、僕が今までやってきた鑑定の中で、この人夢叶えるスピードめちゃくちゃ速いな、これを言い方を変えると引き寄せみたいな力自体がすごく強いなって思う人たちの共通点の話をしていこうと思うんですが、まあ前々から言ってることなんですけども、こういう夢とか目標を達成していく人たちいますよね。自分の理想とかっていうものを叶えていく人たちにある共通点っていうもの自体は、間違いなく特別な運があったり、特別な努力をしたり、特別な才能があったっていうものではないっていうことは言ってます。何が違うのかって言った時に、思いを馳せる時間が長かったのか短かったのかっていう、ここがまず重要なんですね。私たちは今年も多分、まあお正月とか大晦日のタイミングとかで、まあ、抱負や夢を語ったり、神社に行ったりパワースポット行ったりした時に、何か自分のお願い事をしたりとかっていうことがあったかもしれません。でもそれを、その今年のお正月に私が何をお願い事したか覚えてますかって言った時に、何だったっけってなる方たちと、あ、もう今でも、はい、常に意識してるのでっていう人たちの違い、つまり自分の明確な理想でも夢でも目標でも、それに対して思いを馳せ続ける時間があったのかということなんです。その中で、まあ、忘れちゃうってことなんですね。僕たちは明確な夢目標というのがあるはずなんだけど、日々の忙しい中で自分の思いとかっていうもの自体がなんとなく忘れられてしまって、そういえばこんな理想があったんだけどな、こんな風にしたかったんだけどなって言って時間が過ぎていくっていうのがあったりする。なので常に意識していくことで、必ず現象を引き寄せるっていうことがあるんですね。そのために一つ意識してほしいこと、イメージなんです。イメージ、これ本当に覚えててほしいんですけども、イメージする力って、プロスポーツ選手とかもやっぱりとっても重要だって言いますし、これは夢とか優秀な経営者の人たちでもやっぱりここってすごく重要なことだと思います。僕は今まで魚釣りとかサーフィンとかゴルフとかっていうもの自体を趣味で、ゴルフはまあ今時々しかやりませんけども、まあ、釣りとかサーフィンとかっていうもの自体は誰から教えてもらったわけでもなく、見て覚えてイメージだけだったんです。ずっとサーフィンとかも特にですね、もううまくできている人たちのものを目に焼き付けてイメージし続けるっていうことをやってたんです。それで自然にできるようになってきたっていうものもあったりする。これも一つポイントなんです。なのでイメージする力ってとっても重要ですよっていうことなんですが、このイメージにもすごく重要なポイントがあるなって最近ちょっと思ったんです。この話は案外盲点なのかもしれないなと思ったので、その話をさせていただくんですが、皆さんは今自分が思う理想だと思う何かしら、例えば南の島でね、カクテルジュースでも飲みながらのんびり過ごす絵だったりとか、まあ、家が欲しいって思う人はこんな立地でこんな家をとかいうのも重要だと思います。まずはこのイメージしているもの自体の、これに思いを馳せるっていう、この時間をとても大切にしていただきたいんです。1日5分でもいいです、3分でもいいと思います。毎日意識続けることがとっても重要ですねっていうことと、僕はこのイメージすることが好きです。はい、妄想族でもあったりするので、なんですけども寝る前はあまりしません。寝る前にこの妄想がザーッと走り始めると興奮して眠れなくなるっていうのがあったりするんですね。なので何かの作業をしてる時とか、流れ作業だったりとか、皆さんも普段のなんか生活の中で無意識にできることってありますよね。通勤通学中とかね、あとは料理してるとか洗濯してる、掃除してるね、その時に今から右手を前に押してこうやって拭こうとかではなくて、なんとなくやってる時に、その時に何かの作業をしてるんだけども、その時にちょっとイメージするっていうのが僕的には入りやすいってなります。入りやすいって言ってるのは、イメージを続けていくとそのうちその臨場感がどん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 出てくるんです。本当に叶ったかのように起き始めます。でそうなってくるとスイッチが入るというか整うというか、その状態になってくると、僕の場合は本当にそのことが起きたみたいな現象を体感するんですね。そうするときに鳥肌が立ったりとか、ゾワッとしたりとかっていうことがあったりします。なのでこうまでなってくると、あ、これはもうあとは身を任せてればその現象っていうもの自体が追いかけてくるんだなっていうのが僕の中では実感としてあるんです。多分これ重要だと思います。イメージしてリアルにどん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 積み重ねていくと、
そのもの自体が臨場感を増してきて、実際に起きたことみたいにして感じるようになってきます。そうすると鳥肌が立ったりゾワッとするっていうこと、これもポイントです。その時にもう一つ、自分がそれを達成した時に周りで喜んでる人たちの顔とか表情もイメージしてほしいんですよ。例えば何かの大会で優勝して、その優勝の表彰台に立った時、自分の親とか大切な人たちがどんな風にして喜んでくれるかなとか、いろんな賞賛を受けたりするね、その時の自分がどうだったかっていう時にそれをイメージしてもらいたい、これも重要なんです。で、今日話す内容でこれもしかしたらもっと重要だったなって、まあ実はこういう風にして、まあ夢を叶えやすい人、そしてイメージ型の人と言ったらいいか、イメージをよくする人たちに対して話をした時に、もう本当に思ったことって何でも叶っていくよねっていう方たちがいるんです。だからそんなこと本当かって思ったり、昔も思ってました、僕も思ってたんだけど、思う時間だよって、そしてどれだけリアルに思い描けるかってことは本当に重要、それが本当に起きたかのようにやってると実際にそれが起きてくるんだよって言われた時に、まあ僕もイメージするっていう訓練をしたんですね。でもこれってやっぱり右脳覚醒と少し近いのかもしれないなと思います。考えるんじゃないんですよ、イメージって、まあ感じるようになります、そのうちなんですが、この方、僕がそのアドバイスをしてもらった方に、別に何の、ただの経営者の人なんですけども、もっとこうしてみたら、もっとこうしてみたらって言われたんびに、はぁーっと思ってそれを積み重ねていく中で、結構盲点だった場所があります。それが何かって言った時に、ある時この方に言われたんです。サイさんさって、自分の顔を描けるって言われたんです。自分の顔を紙に描けるかって、大体こんな感じじゃなかったら、自分の顔を今目をつぶって自分の顔がリアルに思い浮かべられるかって言われた時に、あれって思ったんです。結構いろんなところで言われてるらしいんですけども、ま、何かの実験中でもそうだったんですけど、人の顔は覚えるんだけど、結構皆さんは自分の顔を自分で認識、つまりもう覚えられてないっていうのはすごく多いって言うんですね。だから鏡を見たりとかっていうのは分かります。そうじゃない時に、あれ自分の顔ってどんな感じだったっけってなっちゃうか。だから僕が前に言った通り、携帯の画面とかね、自分の顔を鏡で見る時間を長めにしたりとかすることによって、しっかりと自分の顔を自分の中に、まあ、認識させる。で、僕がもう一つ言ったのは、自分が喜んでる顔、ね、笑顔、最高の笑顔の写真を携帯の画面とか写真で飾って目に見れる場所に置いててほしい。そうすると自己肯定感が上がるって話もしたんですが、そこ、とっても重要で、何かが叶った時、私は一体どんな表情で喜んでるのかっていうことを客観的に見てる立場で想像してごらんって言われたんです。これ結構できないなと思ったんです、僕は最初。なので自分の顔をパッと思い浮かべられない、これ結構あるんですね。で、思い浮かべられなかったりっていうのもあったりするし、それを思い浮かべるようになって、その時自分が叶えたいと思ったことが叶った時、自分はどんな顔をして喜んでたかっていうイメージを膨らましてくれると、さらに現象というもの自体を引き寄せる力が強くなるよ。その時喜んでる自分を客観的に見てるっていうのをちょっと意識してごらんって言われた時に、スイッチが入りやすくなったなって感じます。なのでもしかしたら今何か目標、夢、理想っていうものがあるけど、それを叶えたいって思ってる方たちは、まずは思いを馳せる時間が1日5分でもいいです。で、僕的にちょっとコツとしては、なんとなく何かをしてる時にイメージする方が入りやすいなと思います。集中、そのイメージに集中するよりかはですね。そしてそれが叶った時、自分自身の周りで大切な人たちがどんな顔をして喜んでるのか、そして自分自身がどんな顔で喜んでるかっていうイメージが整ってくる。そしてあとはどんどんリアルな感じを味わってくると、ゾッとするような感じがするんですね。鳥肌が立ったりとか感動してっていうのが出てくると、あとは現象が追いかけてくるっていうのは、多分本当に本当の話なんだろうなっていうことを今回感じたので、この話を皆さんの前でシェアさせていただきました。ぜひとも皆さん、自分の顔に見慣れてみて、イメージすることがまずは重要ですってことを試してみてくださいねっていうことです。はい、ということで、今日から僕は合宿ですね。はい、合宿気合入れていこうかなと思うんですが、今日はもちろん筋肉ネタです。はい、筋肉ネタですね。はい、うまくできるかな、一発撮りなんでねカットなしの一発撮りです。ではいきます。あ、これは僕がジムで知り合った S さんという方から毎回名言をもらうので、その名言の話ですね。はい、ではいきます。 S さんです。サイさん、おはよう。 YouTube 10万人おめでとうねえ。100日連続チャレンジから始まって、そのうちね、ファンの人に支えられて辞められなくなったって、そして続けてもう3年以上の月日が経つ。この気持ち分かるな。僕は YouTuber じゃないけど、この気持ちが分かる。なぜだか分かる？
あのさ、筋トレ始めた時ってさ、よく聞く名言があるって知らない？聞いたことあると思うけどな、この名言。何か、筋肉は裏切らない。わかる、確かに、本当に本当にそうなんだよ。でもね、僕たちみたいにマッチョになってくると、この言葉って認識、まあ受け取り方が変わってくるわけよね。筋肉は裏切らないじゃない。うん、最初はちょっとダイエットのつもりで始めたんだけど、そのうち僕たちもこのトレーニングがやめられなくなる。つまり何かって、筋肉を裏切れなくなる。だから僕たちもいつこの筋トレをやめたらいいのかわからない。それが筋肉です。はい、こんな感じですけども、わかりますね。はい、最初はダイエットのつもりでやったらね、あの周りのマッチョの人たちに刺激されてやり始めたら、筋肉は裏切らないっていうのもあるんだけど、だんだんなってくると、まあ体がね整ってくると、筋肉を裏切れなくなってくる。だから僕たちもジムをやめ時なんてわからないんだよって、多分体が動く限りずっと続けるだろうねってことを言ってました。はい、何かを継続していく中でそういう経験ってある人たくさんいらっしゃると思います。はい、なのでそれが人だったり、まあ、もちろん筋肉だったりってこともあったりすると思いますね。何にしても継続は力ですね。はい、そんな感じで今日も元気よく皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思います。では行きます。行きます、せーの、よっしゃー。ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。